東京上越線、東京上越線、東京上越線は、東京都渋谷区から、豊島区、新潟県柏崎市を経由して、同県上越市を結ぶ高速バス路線である。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要である。新潟県県外高速バス路線図。中央の明るい青緑色の路線が、本路線である。路線名称は、西武バスでは、 上越線、越後交通では、上越池袋、新宿線、くびき自動車では、池袋、新宿線として、案内などを行っている。道路線の解説以前、上越市などを含む上越地方と、柏崎市などを含む中越地方西部から首都圏へ、乗り換えなしで直通する交通手段は、ごく少なく、特に鉄道を利用した場合は、長岡駅で、 上越新幹線に乗り換える必要があった。上野駅から長野駅を経由して、直越駅と結ぶ特急、浅間、白山もあったが、運行本数は1日3往復しかなく、また長岡経由よりも所要時間を長く要した。一方、西武バス、越後交通両社は、関越自動車道が全通した1985年から、東京新潟線を、 新潟交通と共同運行し、高い乗車率を確保していた。こうしたことから、中越西部、上越でも東京方面への高速バス路線に対するニーズが高まっていた。そこで、くびき自動車は、西部バス、越後交通と共同で、1989年12月22日に、東路線を開設した。 比較的安価な運賃であり、乗り換えの煩わしさがないことなどから、週末や行楽シーズンなどには満席となるケースが多く、高い乗車率を確保している。続行便は運行会社が変更される場合がある。5.6便は夜行便。東京都道4号東京所沢線東京都道317号。 環状6号線東京都道8号千代田連、マダム線東京都道305号芝新宿大子線、豊島区道豊島区道明治通り東京都道8号千代田連、マダム線東京都道24号、練馬所沢線、都市練馬インターチェンジ、関越自動車道、長岡ジャンクション、北陸自動車道、柏崎インターチェンジ、から、国道252号新潟県道37号、 柏崎停車場線国道252号、国道8号、米山インターチェンジ、北陸自動車道、上越インターチェンジ、から、国道18号、寺インターチェンジ、新潟県道13号、上越安塚、柏崎線新潟県道579号、上越脇、野田新線新潟県道38号、 高田停車場線上越大通り新潟県道123号、直越停車場線、西武バスのみ、練馬ナンバー、越後交通、首木自動車は両社とも、長岡ナンバー登録。ありがとうございます。